ふがしぶ菓子は、符を主材料とした日本の菓子。平成時代の日本においては、かつて昭和時代に駄菓子屋で人気を博した駄菓子がよく知られているが、符を用いた菓子は、江戸時代からすでに存在していた。江戸時代の符菓子は、符を薄い醤油で煮しめて短冊型に切り、消しを振りかけて、火に干し、皮を取った、あんず、生姜、陳皮などを刻んで、 醤油に浸したものを混ぜ、よく乾かしたものである。茶菓子や酒の魚として好まれた。昭和期の駄菓子としての麩菓子は、約30センチメートルほどの棒状の麩に、黒く色付けした砂糖と飴を染み込ませたものである。原料は、小麦粉を減らしたり、麩を伸ばしたり膨らませたりするために、グルテンが多く用いられており、吸い物などの麩に比べると品質が劣る。 1970年代の東京都の子供たちにとっては定番の駄菓子であり、子供たちが毎日のように親しんだ商品である。駄菓子屋の顔、駄菓子屋の王道的存在との声もある。昭和文化に詳しい著作家の初見健一によれば、一見するとほぼ脳が叩いに見える形状だが、角の部分に蜜が焦げついた状態で固まっており、 パサッとした食感の他の部位に比べてこの角の部分はカリッとした食感であり甘みとコクが増していることからこの角の部分がふがしの醍醐味だという。駄菓子屋のふがしはほとんどが東京都墨田区の有限会社鍵屋製菓が1949年に発売した特製ふがしであり勉強にスポーツに留め打たれた奇妙なキャッチコピーが特徴的であった。 当時は1本20円のバラ売りであり、子供たちは袋から1本ずつ手で取り出して買っていた。埼玉県大井町の松沢商店のものもあり、こちらも U ターン禁止の交通標識が全面に描かれた独特の包装が特徴的であった。1965年頃よりガカシアが人気を失うにつれ、フガシも影が薄くなっていったが、理由は不明ながら1971年。 1972年頃に再び人気を博し、10年前に比べて約4倍の売れ行きとなり、東京の大手デパートでは思い出コーナーと銘打って売り出すほどだった。また1980年代以末には、高知県の横田西部所で高知の産物を生かした菓子として、ふ菓子作りが始められており、全国でも有数の生産工を誇るゆずや生が、 四万十川で採れる上質の青のりなどを用いた芙菓子が県外での評判が先行する形で静かな人気を呼んでいる。他に平成期でも製造されている芙菓子として静岡県掛川市の栗山西部所による桜坊山形県東根市の奥山西部所による創作部菓子各種、石川県金沢市の老舗宮田鈴庵による芙菓子カリンとなどがある。 この他に現代における職業以外の用途として聴覚障害者、特に生来、または言葉を覚える前に聴覚を失った障害者が、音声言語を自らの耳で聞かずに発声練習を行うため、小さくちぎったふがしを下の上に乗せて発声を行うといった利用法もある。ありがとうございます。